はい、と2020年日付が変わりまして4月30日でございますということで、ゴールデンウィークのこの後ろの壁紙じゃ、いや別に僕の壁紙じゃないよ、あの英語物語梅さんの、あの今回のゴールデンウィーク日替わりのやつをただ壁紙にしてたけど、なんか良くないこれ、いやお前がデザインしたんじゃないだろうということで、これみんな結構ゴールデンウィーク世間的に言うと暇なんかな、いやお前に言われたくない、だからだって人数多いよ、今でこそこれ300人ぐらい、500人近くおらんかった、いやだからお前に言われたくないって、お前みたいな年中ゴールデンウィークなんて言われたくない、はい分かりましたということで、じゃあ行きましょうということで、まあこんな感じでございますよ、なんか分かんねえなこれ、とりあえず右のような感じのデッキなんですけど、遅延であれかなーって、なんか最後ちょっと合いそうかなーってやっとったんですけど、まあこんな感じで、可もなく不可もなくっていうとこ、ちょっと微妙、ちょっと微妙、まあ、とりあえず行きましょうか、行きましょうと、ドンなんですけどさ、これ上位陣じゃないけどさ、買っとる人のデッキは分かっとるんですけどさ、それ何すごい練習とか後で言いますけどさ、私が使ってもさそんなに良くないんだわ、あれ相性ってあるんかな、多分逆パターンもあるよね、私が買っとる時のデッキでも人がやると実は良くないとか、あれお前本当そんなデッキで買っとるの、お前なんか切断しまくっとんじゃねえのみたいな、っていうことないかな、なんかやって自分に生かしとんだけど、なんか私使ってもさ、そんなにすごくないよって、追求するがこれ何コンティニー続けるとかって、まあ確かにそう、お前1万ばっかりだな本当に、もうそうだよね、世間的にゴールデンウィークで学校も休みなんですよね、多分わかんないけど、なんか一発飛んだな、で会社も大体、あヒッタさん、ヒッタさんちょっと待った、ヒッタさんちょっと待った、ちょっと待った、しゅっとくわ、はい、いいよ、行ってくれ、ブリョラレルであいついかんって、あれ知っとるよ私は、ブリョマジックを、ヒッター2人おったでよかったな、7個か私どっちかだろうな、火力的には本当は7個いったわれだけど、うん、まあどっちヒッター2人だでまだいいかなと思った、あなんかおかしいとこにおかしいやつがあるな、カバーがおらんで、あカバーが1頭腐っとるな、じゃあもてなすけどさ、あのバキュー邪魔だな、あれ邪魔だな、カニはそんなにあれだぞ、これ耐久ないでな、はっきり言って細すぎに叫んでこれしか入れれんかったんだで、高山先生入れるとあの入れれんのだよな、なかなか2枠のあそこら辺 あのヒッターやりにくいな、頼むあの蛇腹は、いや4番はいいんだけど誰か言ってくれ、ちょっと待ってよ、よし、あれそういう落ちだったか、そうだな、答え見るまでわからんもんな、いったないったな、いいよないいよな、蛇腹打てるよな、蛇腹打てるよなぐらいで、私ごときに蛇腹使わんか、覚醒のダメージ大したことねえもんな、18、18、19だってこれ止める先生、まあいいや、止めとくわ、シャーネで。あの、ソーセオルで。止めとくわ。ソーセオルで。止めとく。一応。これ止めるか。動くは動くだろう。多分 80% あるで。あれ。あ、よかったな。うん。でなきゃ使う意味ないでな。それがでも来ると思わんかったな。世帯じゃあれだもんな、法人とかじゃおかしいもんな、今日ってでも全然話変わるんですけど寒くね、なんかそんなことない、私んちだけ、私の周りの環境だけなんか寒いぞこれ、待ってゴールデンウィークでしょこれ、5月終わり、もうだって5月終わりじゃない4月終わりだよね、でこれで打てるのかあれ、うん、まあここでちょっとあのこの遅延は使いたくなかったけどな、操縦がなかなかあれだな、まあでもそんな自分の都合のように出せんもんね、じゃあバラまでなんとか出たけど、あれかこいつがあれなんだな、そういえば私の録画の時間かこれ、別に12時からやったのすごい意味ないんですよ、前は2人
ターアカウントで30分ずつやってたから、12時からやると最後の1時間で、ちょうど30分30分やると1時になって、うん、別に意味ないんですよね。うん、まあ夜遅いって夜遅いけど、私別に、なんて言うんだろう。あの、いや、別に何時まで寝なかんって人じゃないからさ。で、私あんまりなんて言うんだろう。世間的ななんて言うんだろう。音入ってるね、映像入ってるね。一般的 なんだ平均睡眠時間ほど多分寝る人じゃないからさ、睡眠時間少ない方の人なんですよ。だから3時とか寝ても7時とかに普通に起きるぐらいだから、そんなあれなんですよ。あの、痩せ我慢してるわけじゃないよ。まああれだろ、疲れてないで寝れんのだろ。暇だで寝れんのだろ。これあれだな。100% 蘇生されて弾の後ろ何が出てくるんだ。ちょっとコスト見てなかったけど、今日それからちゃんと体勢の足か、 あの録画はそういう感じでございます。で、体勢の話ありがとうございました。なんですけど、これエヴァンジイベ補正だったね。ずっと最初全然知らんかった。なんで最後あんなみんな無理してエヴァンジ使っとんかなってさ。ありがとうございましたということで、あれ、なんだ、みかんとか言いますが、あ、みかんって、いや、全然話し飛ぶなってね、うん、まあ、言いたいこと言うことだからさ、これは。あの、あいつ、昨日、あれ、愛媛のあの、あれ、みかーにゃか。みかーにゃ、先生のも一人を、先生のも一人を。みかーにゃの風邪で2ターンの短縮のやつ、それからウーマンのあれか、あれ、何耐久5万ぐらいあんの。ちょっと待っただか、あれ。じゃ、ちゃんと計算してないですけど、ちょっと某先生のあれでさ、そんなにあるのあれって。ちょっとあかんやつね。で、デラ楽しみくない、なんかどんな風になるのね、火とかね。判断しちゃダメだね。おすすめしてもダメだね。お祝いしなあかんね。これさ、先生のデッキ、まあ、見てもらえば分かると思うんですけど、お前が考えてないで偉そうに言うなってことさ、今日どっちがあれなんだろうな。ターン数稼ぐためっていうか、4ターン発動させるためにさ、セルフ蘇生、いやでもカップルから強いんだけどさ、それは分かったんですよ。クリエイトがセルフ蘇生使って弾なり、それからあれか、リスコックスかのあたりを発動させた方がいいのか、パレンケ使っていった方がいいのか、それからあのあれ、なんだ、普通にこんな感じのユカさんとかの、まあオーソドックスじゃないけど低コストの風でありがちな構成っていうの、どれがあれなんだろうね、筋道として。どれも見とるから分かるんですけど、いや人の良さそうに見えるからさ、そこなんですよね。あ、そうか、それか、あとあれか、エヴァンジかエビホの使っていくか。エヴァンジ確かに見とると、あの、弱くはないけど、やっぱリスにあれだよね。やられるというね、やられるとこあるよね。そこあるよね。ただあれだね、火力ソースが味方になって出らっつらいけどね。あいつでも強いよね、今のあの、愛媛みかんか。ニコーっと笑っとるが、こっち向いて。手上げて、いやーって顔してるけど。あれも辛いね。で、カニパンは、カニパンじゃないけど、は、そんな耐久なんで、私は打てんから、ちょっとこっち行っとくわ。頼むぞ、あと。少数派だね。あなたみたいなやつだね。うん。どれがいいんかなーって。よし。そうだね。スプラもあれだね。水だれかかるで、だけどあれなんだ。多分、遅くしとんだろうね。いや、気持ちはわかるよ。私はいいんだけど、いいけど、一応あれ、幽霊ぐらい倒せるからさ。幽霊じゃないよ。幽霊じゃないけど、あれ、倒せるからさ、一応は。タップス、コントラクト、アラウンス、アプリシエーション。これだな、一応行くとしたら。私、まだ行かんほうがいい。うん。いや、あの、水があれだもん。なんだ、あの、漢字の感か、男って闇の、あれ。継続したやつでしょ、あれ、新潟のやつでしょ、あれがあるもん。でも、本当話飛びますけど、やっぱあれだよね。どんなになるかなと思うよね。止める、どうする、蘇生おるならあれだけど、止める、まあ止めとくか。あ、でも蘇生あるでやめとこう。やめとく。
なんでか教えたのか、なんでか言おうか、ごめん、なんでか言おうか。ごめん、先生の出来私知っとんすよ。最後、わかる？出てくること知っとんすよ、私最後、100% 蘇生が。わかります？そうすると、エヴァンで使えるでしょ。今のタイミング打っても、さっきのやっても打っても、止めても。私多分あれなら打てるだろうなと思ってさ。ありがとうございました。先生でこれね、別に先生のなんていうのはその威厳を保つために言うわけじゃないけどさ、他の先生でもありがとうございました。やる人おると思うけどさ、勝敗のケリがついた時ってスキルやらん時あるよね。結構ナイスナイス、そんなことないっす。私が他の人がなんかもう押さんでって言った時は押さんけど、基本的に自分では押す。負け側から取っても最後の最後まで私はあがくよ。そう、相手の間違い分かるよ。もう多分ダメだろうなって分かるよ。こっから入る保険状態になるのは分かっとるよ。どれも入れる保険がないのは分かるけど、分かる時あるけど、使うけど、うん。癖は分かってますよ、かなり。どれがいいんかなって。直接で今日ね、結構負けとるよ。うん。同じチームになって勝ったりしてるけど、相手になってね、やっと今勝てたぐらいじゃない？たぶん。7勝、じゃあ、2敗7勝、ん？ 7 敗2勝ぐらい。すごい、多分今日負けとると思うよ。結構当たっとるはず。だって連続で入るとさ、すぐあれですが、当たりますが。めんどくさいもんね、もう待つのね。特に今日みたいな人数多いはさ、ってやっとんすけどさ。これでもやっぱあれだよね、風でもそうだけど、低コストだとどうしてもあれだよな。その何、火力じゃなくて防御に気がちってことないけど、でも防御って言ったらウーマンだけどさ、火の方の。まあそればっか言うか、うん、チャンス、こっちにしとくか。だったら打てるかな。新潟生き残りだで多分いいよね。追いかけんでいいかなと思ったんだけど、どう思います？ああそうだね、4704よかったね。私が逆にあれだったか。でこれがあれ、どっちみちアイソス入るでしょ。いいよいいよ。水に変えた時は逆にあれだもんね、相手もあれだもんね、蘇生拾うしかないもんね、変えるしかないもんね。これぐらいでようやくあれだね、カニパンの、カニパンでいいかこれ、カニパンじゃないね、カニオさんかこれ、カニパンじゃない、カニパンはあっちの方だよね、なんか米倉の方だよね。これでようやくあれだもんね、ポジション取れるぐらいだもんね。耐久的には本当あれだね。ごめんなさい、ゲップしちゃって。よ、ゲップするな、あとはもう緊張感ないもん。なんだった？名前出てこん。カズラ。あれぐらいは使いたい。あ、小杉さんが出てて、よかったよかった。小杉さんタイミングずれたらよかったね。よかったね。本当あっち小杉さん打った方がいいんだけどな。まあ、打っとくわ、これは、私は。小杉さん来たらあれだもんな、アウトだったな、完全に。打たれたな。火に帰るには余裕ないもんな。なんか音があれだね、また。寒いでかな。何、温度にサインされるか、お前のは。あれでも微妙にあれだな。残るは残るなんで。ほんで水変えるやつか。水変えるやつだけど、私どれ打ってるんだろう。風に変えてもよかったけどね。だからどっちも一緒か、そんな変わらんか。パイセンが風になるぐらいか。
サラさんがおるで別にいいもんな。まあどっちにしろあれか、リスがおるであれか。ただリス使ってもらえたのは良かったか。これはそのままでいい。ここら辺やっぱセルフ蘇生がな、これが思うんですよね。風で俺は確かにそれは水だから当たり前だけど、有利でポジション取れるって言われますけど、それを何かばいきるほどのやつだと、カニオジはちょっとあれだよね。わさび以上ちょっとなんか隠しついとるぐらいが欲しいよね。ちょっと遅すぎてあれしか飛べれえもんな、ここはな。しちゃあないな、まあな。たまなく、たまぐらいまで止めたかったけどな、そこまではさすがにわがままだな。こっちは逆にあれだもんね、もう耐久ソース見た目的にないもんね。火力で終わるよな。あとどう勝負できるかか。これで、あ、もう一発来るってところか。これはまあ届くわな。次だよな、問題は。あ、そうでも結構吸われたね。どっちみちに動くやつで火力ないやつか。これは積んだな。積んだな、これは。これは積んだわ。まあもちろんそのタイミングのあれとかもどれがいいんかなーって。見とる感じだとさっきの先生のやつはまあ買っとるよ、デッキ的には言わんでも多分さっきの対戦やっとるから分かると思いますけど、リス使ってあれだね、全蘇生か 100% かありがとうございましたということで、他を見とると上の方を見とる人、ユカタンいてあんな感じで、ありがとうございましたということで、カバーを入れて、カバーを入れて、んで、結局、火力じゃないけど、あれか、さっきは先生リス入れとったけど、あれジャンプになったね。微妙なとこなんだ。どこら辺があれなんかなって構成的に。なんか音えらいプチプチなるな、アンタンタマみたいなね。これ際どいやつ11人。でもこの時間ジャンプすごくない？12時今20分ぐらいですよ。ちょっと音なんかデラ切れとんだけど、なんかデラ切れとんですけど、どれがいいんだろうな。なんかショートース、ショートース、レースじゃない。組み直そっか、いいよ。そうだね。多分今日、ゆかさんとか組んどる人は、ショートースって、あ、これ、際どいとこだな。増えるか ?7。この310前後ぐらいって嫌だよね。微妙だよね。まあ、取っても全然増えんやつだよね。買い取っても増えんやつだよね。で、構成的になんかどれがあれかなと思ったんですけどね、私は。妥協案的なところかな、なんか。これでっていうことね。順当にないけどさ、耐久をなんていうの、かばうとか味方がしてくれるっていうのがなしでいくと、4ターンでセルフ蘇生なしで、弾とかさ、アロエとか、それから、リスとか動かすの難しくね、なんか。味方のそういう手助けがないとカバーの自分だけの自力ではさ、なんか、なんかもっとなんかデラカクつくね、怒られるねこれね。ゴールデンウィークだってカクつくか、そんなことないか。寒いでか、寒いよね。だけど今日ちょっと、いや本当寒いですよ。なんか、最初レイフ先輩も使ってみたけど、
そんなにいるかなーっていうのがなんか。ということでね、パレンケ構成も見とる。あの、皮変うまいね。皮変じゃない、水変うまいね、あれね。うん。こっちの皮変よね。二人いるもんね。二人であれいけるんかな。あ、でも2発使わせるの、あれだね。うまいな、あれな。で、これあれか。ここはポジション取りたいな。帰るしかないね、向こうはもうガスタルでね。水変になってようやくカニパンがあれだな。こっちが逆にあれか。ヒッターがおるで抜けるか。これどれぐらいだろ、ヒッターおって。カニパンじゃないけどさ、耐久的にどんなもん。残せる？私は別にいいんだ、落ちても。ヒッターおるとやっぱあれか。あれでもあれか、逆属性なんでもきついんだ。なるほどね。あ、一応こっちか、ここら辺か。全体だね。そこまでヒッター強いな。ヒッター構成もやってみました。この前の先生じゃないけどさ、ミラクル見てさ、ストレートにパン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 っていう構成もやってみた。後であのお話しいたしますということで。うん、まあこれはどっちみち、あ、水変えるか。水変えるか。うん。変えるな。うん、変えるしかないもんね。わかる。田島先生お願いします。私はあのアスカに止められてもう身動き取れんだし。ここでもダーラ君だったら向こうの彼を止めれるよね、完全に。ダーラが一番あれだもんね、パレンケ抜いたら火力あるもんね。ここはあれか、ここは終わってほしいやつかも。あ、色変えるか。またおるな、またおるな。変えるな、これはな。変えんのか。変えんかったんだ。ごめん。変えんかったんだ、あれ。しまったな、そうかそうか、変えんかったんだ。あ、変えると思った。まあいいわ、次のチャンスに。止めたかったな、ここだけは。あ、でもそれも読みだもんな。まあ読み合いだな、それはな。そこまで読んだか、躊躇したか、どっちだろう。こっちもいいか。こっち落としたいな、だったら。火力的にこれ多分打てんだろうって思ったんですけど、どっちにしられたんだな。しくったな。そうか、まあ読めんもんな。新潟に座れるんだけど先に押しちゃうと。そうか、今あれだったな。あれは勝負だな。そういうことか。なるほどな。これでこっち打ってあげた方がいいか。コックスは一人で打てるだろう。そうか、あれ明暗だったな。ああ、そうかそうか。
Bulldozer, plow, spoon, truck。うたんって読んであれかな、うてん、うたんじゃなくてうてんって読んで帰るのやめたかな、耐える計算だったかな、それか。ありがとうございましたってごめんなさいなんですけど、そうだな、あれは欲しかったところか。でもあれだな、難しいところだな、それはな。ありがとうございました。結構マスターマスあれだね。そうだね、30分、難しいなあれは。そうか、色変そうだな、そうだ、色が入るでな、ん、なんか名前あれだな、うん、別だよね、何も関係ないよね、多分関係ないよね。名前とかそういえばこのランク分けてあれどうなったんすか。名前なんかあれなんじゃないですか、あの帰るとチョコがいるの、なんかデラ音プチプチなったんだけど、あのクレームサッとするよ。それからあとあの部屋分けか、あれがなんか、あれなんかあれかな、次回のバージョンアップデートかなんかで組み込むってことかな、すぐではないってことは企画しとるってことかな、そういうのなんだろう、ロードマップできたところの前見せっていう感じ。私もなんか今回からなんか導入されるのかなと。だからもう部屋とかなんて言うなら別に、そうなんて言うなら落としたりとかしんでいいんかなと思って。いや、向こうなんか潜入調査できるようにさ、またずーっとさ、やらんようにさ、あのログインっていうか、何この、対戦のとこだけエントリーするとあのランク下がってきますが、ログインっていうか、対戦のとこだけ入れば、対戦しんくても。そんでランク下げれんかなってやっとんですけどね、今。B ぐらいにいってるんかな、確か。やる意味ないんだもん、だから多分次回からかな。まあ難しいところだな、部屋分けものだけど、まあやってみなあれだな、だけど再生人数がどうかだ、まあまあできなできんだるってとこあるけど、こっちがあれか。これも嫌だね。嫌だね。ACC 並んだと嫌だよね。私あんま好きじゃないんだわ。嫌だ。好きじゃない。一人では打てんけどな、キノコは。うん、分かっとる。分かっとるけど、ここで火力あるのは私だよな。一番あるのは。ショート数、馬じゃないよ。馬じゃないけど。やっぱあれだな、カバウとか有利になるよな。一人あの、なんか、タマソーエヴァンジェとかに乗るだけで、やっぱあれだもんね。全然違うもんな、流れが。ここもそうだよな。疲弊の、だからなんか手出えもんね。あれ1万でか2万ぐらいになるってこと？耐久、風換算にすると。ダーラが確か一番高かったですよね。バレン系の次じゃないかった。ダーラがその分火力ないんだよね。で、あと、ワサビとか、カズラ。カズラ地味にいいよね、あれね。あれぐらい入れるといいんだけど、他にじゃあちょっとあれなんだよね、火力がね。うん。まあ、私は どれ言ってもあれだよ、いいかもわ。またゲップしたろう。うん、緊張感ないもんね。お腹減ってきたもん、ちょっと。まあ、ゴールデンウィークね。なんか、お前、なんかずっと年中ゴールデンウィークじゃん、お前なんか。ん？平日でもなんか、お前なんかあれだから、休みみたいな、対戦数だから、お前。あ、でも一応やっぱ回数3回書くから。そう、後で言いますけど、この先生のやつさ、サダワン使っとんですよ。普通の、なんて言うんだろう。じゃあ、後で言いますわ。メノムじゃないけど、ユカタン、メノム、次誰だったかな、ワサビだったかな、確かコスト的にカズラきつかった。ワサビかカズラじゃなかったかな、じゃあ、カズラの方が安いか。カズラじゃなかったかな。そんで、サダマンなんですよ。それがめっちゃ買っとるんですよ。だけど、私が使うと、そんな勝てんのですよ。だからやめた。どんな魔法があるんかなってやってみたけど、そんなあれなんですよね。これ飛ばされるな。あ、
そでもそれだけ残るんだ、飛ばされるんだ、マジか、そっか。こっち打ったら終わりだろ、どっちみち向こう打ってくれるだろう、まあ、あの体力なら飛ばせると思うけどさ、キリコぐらいだったら飛ばせるっていうか届くと思うけど、これでコース荒い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 探したや、献身的お人になったかや、コース今ので耐えるんだ、私ダメかなと思った、リスとかあって、うん、あ、落下性、そういえばさ、こっち行っとこう、私そういえばさ、あ、じゃあいいよ、それ落とさなあかん、あの蘇生使わんでダメダメ、そっちやったかん、絶対かん、 そっち下げると思ってやったんだけど、絶対かん、下げらんと、そっち、あ、使わせなあかん、これはいかん、絶対かん、これは逆、今のは今なしくっとる、私一人じゃ無理だろ、あっち下げれば逆の方、私が倒したらさ向こう行っちゃうかなと思って、落下性地味に体力あるもんね、でそういえば私落下性で気づいたんだけどさ、落下性で観察してないんですよ、こいつ、こいつ今の、今のこれこれこれ、使わんからまあいいかなと思ってさ、少しおったよ、これとね、誰だったかな、関東の方でおったかな、ありがとうございましたということで、使わんで、ね、多分あれ、使わんかあれなんだろうね、周回しとっても裏ボス集まってた時にもう何関東しとるのってありがとうございましたということで捨てたんだろうね、なんか名前に似とるけどそんなことはないかな、違うよね、違うよね、違うよな、多分名前って言いやそうだけどさ、あれフレンドさんでもさ、名前変わるとわからんとこありますよね、名前もあれもさ、何本当に意図的にさ、完全に嫌がらせしようと思ってサブとか使ってさ、やろうとする人もおればさ、フレンドさんとかでもさ、毎日なんていうなら日替わりで名前変えたりしてさ、その隠すじゃわけじゃなくてさ、その名前変えるの楽しんどるって、こっちも当てるの楽しむとこないですよ、私結構ありますよ、これじゃフレンドさんだって分かるんですよ、だから、あ、誰かは分からんけど多分じゃないかなって、それを当てるの面白くない、名前とかのさ、でフレンドさんだとちゃんとあのあれとかさ、ゆる山の回数とかいうのまで見ると分からんよね、私だからそういうとこじゃなくてさ、あのちょっと待てよ、あの対戦中のさコメントとかさ、そこら辺の癖で、うん、デッキとかじゃないけどさ、デッキの癖はある程度は、うん、分かるっていうか、傾向的にはつもりはあるようなないような、うん、やっぱあれだな、その遅延を嫌がっただけだな、あれはな、うん、分かるよね、親父とか残り1カウントなんとみんな手飛ぶよね、あるよね、あるあるだよね、蘇生とかもそうだよね、残り1カウントなんと飛ぶよね、はばきとかそうだよね、残り1カウントなんとみんな群がるね、あるあるじゃない、そんなことないっす、でそう、フレンドさん、私フレンドさんだけじゃないけどさ、その名前変えとる人とかさ、分からん時はさ、後から分かったけど、その対戦中の癖とかで結構見るようにしとる、うん、私はね、あれ、そういえばあれ使うかな、遅延使うな、あれがあるで、玉そぼろで使うな絶対、うん、一番左誰か下げてほしかったけど、飛んでほしいんだけど、私だけじゃ、あ、よかったよかった、残数的に、うん、ここはまああれか、終わろうか、これは。うん、サモさん、サラさん、サモさん、妖怪人間のお母ちゃん、飛ぶでいいだろ、ミリタエまでで、
これ漢字難しいんだよな、マジで。まあ使ったはあれだったか。知恵もそうだね、これも入れ編と一緒で使うの難しいとこあるな。あのあれと一緒だね、あの 100% カットの最後に置くやつとあれが来るね。ここはもうみんな使っちゃうだろうね、うん。もうまあ見えとるもんね、残り 1ターンであれがね、蘇生もあるし遅延ビームが来とるもんね。そこだよね、あいつ何カウントだった確か。あれ何カウントだったあいつって、4ぐらいあるとか。あ、使うってことはゴンってくるな。5か、5だな、5だな、ゴンってきたな、今。ありがとうございましたということで、そうだな、あそこまで決まるんだ。ちょっと肘じゃないと、あ、いててて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 、ありがとうございましたということで、いててて、なんかこれもうちょいあれだろうな、ツボをなんてだろう、極めつけてないだろうね。もうちょっと詰めなあかんできじゃないかなと思うんですけど、なんか勝ちきれそうでなんか勝ちきれんっていうの、手が届きそうでなんか届いてないっていうの、うん、うん。あとジャンプじゃないけど、最初やった時やっぱ人数多いだけあって、あれメンバーじゃないけど人そうでやっぱ早いね、展開が。1ターンぐらいなんか早い感じある、あれ。それだで遅延って思ったんかな。やってみて思ったな、これ合うんじゃねえかなと思ってさ、遅延用も一応用意しといたんですよ、とりあえずは。うん。貼り付けたり、これ縫ったりしてかんの、装飾もダメ。もういいや、お前、もういいわ。使うしかないもんな、コスト的に言うかったの18って。使えピグベン、あの今回は違うけど、あれのなんて言うんだろう、はちょっと重いもんね。さてどっち行く、ゆかたの方もあれだで、ほかっとくか。まあそうだな、普通あれだな、体力多い方の目の向きはね、私の方来るわね。逆だったな、私が2月飛んどってキノコに飛んでないのか、あれいかん、キノコに飛んでないこれ。火炎か、次火か、二人飛んでないのか、あれ。スライダー、これあかんやつだな、今の。Defined as, defined as, defined with, defined with。キノコがまだあれじゃないでいいけど、最初のあれターゲット、本当先生言った通りあれじゃないけど、しくったね、散らさなあかんかったな。飛車角の方行っとったあれか、私こっちもらっとこだったら。あ、そう、弱い方行っとこう。あれスキル使わん？あ、最、あ、そうかそうか、最後だれか、そういうことね。まあ、使っとくわ。
買わんでもいいかなと思ったけどな、これ。なんか重たい感じも出てくるなではないと思うんだけど。ここだなとな。あれしくったな。それでも残数的にあれか。ここが追いついてか。ストロー、フィーバー、キャンセル、カフ。キャンセル。最後のリスがあれだな。一人じゃあれだな。きついな。これもう一応こっちもらっとくけどさ。アロン。全体はかからんでいいけど、アロン。これはきついな。あれで残るんだ。あれが残るんだ。What is called? Which is called? Which is? 残るんだな、あれ。What is called? これイベゴの分ってところか。ありがとうございましたということで、あれで一応あれなんだ。リスの分でも残るんだ。ありがとうございましたということで、ごめんなさいね。47分。今日はやっぱあれ、ゴールデンウィークとかで最後遅いってこと？なんか音プチプチ鳴っとるけど、いまいちなんかあれだな、詰めれてない感じな構成だな。ちょっと音がなんかあれなんですけど、あと473000ぐらいいけるんか。これぐらいしかねえんか。ソテスじゃでも打てんもんね。あ、キノコが一人でいいか。これで、うん。ミカ先生の多分残りで新潟さん行けんか。で、私と誰かであそこ行けんかなと思って。私あそこ行くしかねえもんな。誰か飛ばしてほしかったけどできるよ。Showing no interest or emotion or taking no action. Liberal, passive, straight, move. ここあれだもんな、そんな火力ソースおらんけど、そんでもあれだな。passive. そう、カバウの時はあれだね、回復欲しいね。欲しいな。ただやさ、これ私のそんな耐久ないんだで、蘇生後に多分使おうという計算じゃないかなと思ったんだけど、3人全部吹っ飛ばされるな。どっちみちあれだな、蘇生で全部1、2か1、2、5か飛ばされるは飛ばされるだな。なんかあれだな。なんかにぎやかなと、なんかにぎやかなとな。まあもらうか、もらうか。あれないな。
あったあったあった。まあいいや、もらっとくわ。ここで使うのどうかなと思ったけど、なんかもう一つ上をね、もうワンクッションって思っちゃうんだな。うん、蘇生後でも別にいいっていうのはあるよ、これだと。どっちみち次で1カウントでしょう。うん、そこはあるよ。これ嫌い、本当に。ヤギとロバと。次の1カウントか。これで蘇生でどっちみちあれが動かれるってやつか。うん、さすが。私何も言わん人だけどや。玉の分があるでな。とりあえず今は打たんだろう。今打つか、今打つな。蘇生前に届かしたかったけどな、あれ。もう一段あるでしょ、だってこれ。本当はこっちなんだけどな。勝負しに変えるかどうか、蘇生後だわな。うん、あそこで権利だけは使わせたかったけどな。これで変えるやつだもんな。次多分あれでしょ、指導生のあいつでしょ。ありがとうございます。そうですね、あいつって言っとる前ダメだったじゃん。なかなかあれな場だったな。ありがとうございました。みんな。ありがとうございました。ということで53分2000円ぐらい。ちょっとこれなんかさ、ジャンプとここの何、まあ大体メンツ一緒だろうな。ステップの狭間じゃないけど、ちょっとなんかこのデッキ、噛み合いがさ、って思いません？なんか。思うな、これ。多分あれなんだよね。最初の時のこのゴールデンウィーク入ったとか、じゃないけど、人が多いもんでさ、遅延の方がまだあれだったんだろうな。ちょっとなんか、ちょっとなんかと思ったんだけど。まあ一応こっちとこ。あ、いいよ、こっちとこよ。あれもらっとこ。まあ乱数はあるでしょう。かなり低いけど、新潟で、新潟のは7個は確か打てたはずだで。もらうだけもらっとくわ。うん、そうだね、あそこら辺もな。こっちもらっとこだったわ、私が。 Enough is 2, as order 2, sell is 2, in sell 2。回復するから多分、私が打ってちょうどいいぐらいじゃないかな。あれがおるでしょう。もやちんがおるでしょう。一番右の三日先生はあれだもんな。5000円ぐらい行くんか、あれって。どんなもん行くんだ ?5500 とか行くんか。新潟じゃないときついだろう。そうだ、私があれでちょうどギリぐらいだったもんね。だから二人か。そっか。これは届かんな。2つ買うもんな。一応下げとこう。使うしかねえもんな。2が出さ2もんだで使うわな。使わらざるを得んじゃな、これは。私の耐久はありません。遊んでもあれか。あんだけだったらまだまだいいわ。ああ、でもあれがおるな。めんどくさいやつがおるな。私最後に行った方がいい。うん。
生き残りの新潟なんてまだあれでしょ、火力あるでしょ。あの80パーめんどくさいんだけどな。さすがにあれか、あれは届いたか。ここはください。ここぐらい、これこれがあれだな多分。ヒッターが降りて、まああれだろう。Inconstant, persistent, insufficient, intermediate, flexible。この問題も私はあんま好きじゃない。ちょっとあれでしょ、止まってたでしょ。ちょっとね。本当は私があっち下げらん方がいいな、火力ないで。あ、でも500くらいだったらいけるか。Prince, Emperor, King, Minister。どっちみち最初にやるか、答えるとあっちに座れるか。玉そうだったか、玉だって。でも、ずゆ、もうしゃべらんとこ、黙っとろう。蘇生後あれか。そうだな。落とすわな、どうしたって。使ったってことはあっち届くんだな。あ、そうか、逃げよるもんな。え、そんでもあんだけ？すげえ強えな。え、すげえ強えな、あれ。そんでもあんだけか。スコーティーちゃん。やっぱイベホの分あるってこと？え、あそこそうか。エヴァンジェ5000円ぐらいやった？水風で。で、イベホだとどんなもん7500くらいとか。あ、そうか、だからこれ回復のあれか、パーセンテージの割合上がるんだ、耐久値が。そら強いわ、カバー、そら強いって。あ、そうか。そうだな、ちょっと痛なってきた。いて57分あと1000くらいだね。いて。ありがとうございましたということで。そうか、強なるわな。耐久上がるわな、当たり前だわな。だからみんな使うんか。そっか、ありがとうございましたということで。なんかあれだな。この成績通りじゃないけど、詰まってないデッキだよな、これ。ちょっと。ねえ、なんか。58分。いや、またなんか同じメンバーかなと思ってさ、似てくるかなと思って。って言ってこうやってさ、一回ずらすとさ、またあれじゃない、向こうもじゃないけど、ね、さっきのメンバーもみんな持っとるかもしれんよ。また同じやつめんどくせえなと思って。面白い名前付けとるな、本当に。ゴールデンウィークのここのあれも結構あれだよね、その修正のやつもあったし、それからゆるがりが何かで復刻あれ読めんかったね。で、毎週何ゆるがりパスいるっていい商売やね。考えたね、なかなかいろいろね、いろいろ考え、だからあれでしょ、あのサブスク入ってくださいってことでしょ。これは、困ったね、行くしかないな。いや、これはもらっとこも。そこしかねえか。どっちにしろあれか、あれでも体力あるもんな。残しといたらだんだん火パカーンって貫通されるもんな。新潟もめんどくさいけど、ここだな、もうな。これ何、これ融合っていうの、いや漢字がなんて読むかなってさ。まあすごいことよね、ちょっとね。火のほんとあれだよね、みかんと相手がさ、火風とかでどんな感じになるかなって思ったんですよ、あっちの方がね。
Cost, card, expense, ticket, receipt。一人だけ帰るけど、これあれだな、あれあれ、なんとあいつ名前、水に変えたんだ。ほんとこれ耐久弱いでな、そこなんだよな。そうだな、やっぱ水に変えたら強いんだ、打てんな、あれがな。多分任した。Showing enjoyment and happiness. Merry, every, colorful, handsome.そうだ、火に変えるわな。こっちにしとくか。うん。うまいな。うまいな。そう、変えるわな。ただ、このあれがおる分、なんた？これ。オール 50% か。ある分、まだあれだね。あ、でも、強えがや。強えがや。バチコン持ってかれるね。強いな、これちょっとずっとさっきから残っとるけど、この辺。インテリジェンス。うん、相手一度に、で、私言っても出んけどさ、あれ誰か言ってほしいけど、80% あるで。インテリジェンス。いや、意思だけはそこで打たなあかんと分かっとんだけどさ、足りんわな。29だから、だから、そうなんだって、それ分かっとるでしょ、分かってよ。分かったよ、分かったけど、これちょっと待ってよ、もう。ちょっと待ってよ。あれは落としたかったな。いや、私の力じゃどうしようならんもん、あれは。そこなんですよ。そこなんだよな。んで、ここ、まあいいか、あれかかっとでいいか。一応タゲ取ってよ。肘が本当に痛いな。いや、座布団にさ、肘ついてさ、あぐらかいてやったの。どういう体勢やったの、あんた。疲れるのだって。重力に逆らうとダメだよ。私足腰弱いもんです。あんま立つのダメなんですよ。階段とか登るとすぐ息上がるもん。施設とか行ってエレベーターとか動いてなくて階段登るだけでなんか本当あれだもんね。はあ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 したわ。そんなこと言ってる場合じゃないけど、これもう一個裏におるんだな。Humanity, ignorance, highway, cruelty, mission.もう一個あるんだ。これ耐えれるか？これはきついだろう。これきついでしょう。明らかにイベホじゃないよな。イベホじゃないもんな。ありがとうございましたということで。そうだよな、あれ。あれ、エヴァンジェだったらあれか。きついよな、あれな。ありがとうございましたということで。そうだな、やっぱ感じた通りだな。なんか詰め切れてないっていうのができてありがとうございましたということで、まあそんな感じで、うん、終わりまして、まあ、見た通りこんな感じなんですけど、よくないね。よくないもんね。ね。ね、ということなんですけど、上から行こっか。あんまり今日やらんかった、なんか。ね。そう。最初こんな感じにやったんかな、確か。この前のミラティブの先制構成じゃないけどさ、ヒッター入れて、あれ、火力でいって、あ、別に悪くないかなと思ったけどさ、なんかこれやった時にさ、遅延めっちゃ合うんじゃねえと思ってさ、早いもんでさ、確かにヒッター入れると強いね。うん。で、覚醒とかそんな舐めるってわけじゃないけど、ポン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 進んでいけるね。回数攻撃重ねると。だから耐久がないとこが考えると、ここで思ったんですよ。あ、エヴァンジェイベホなんだ。だからみんななんか、弾とかやっとるんだと思って。で、レイフがそこまで多いって感じじゃなかったかな。そうだね。で、最終はまああれか。エヴァンジェイまあまあとかって思ったけど、遅延がなんか合うよなと思ってさ。うん、それは思ったんですよね、素直に。
買ってないわけじゃないんだけど、なんかあの真ん中の方のあの水辺か、あのセルフ蘇生とかいますが、ガッサとかのあたり、あのあたりが来た時に耐久要素がないから、結局そこをなんて言うんだろう、カバウとか入れてないとイーブンに持ち込めんっていうの、カニでもオーリアちょっとあれですが、多少ね食い止めにはなりますが、そこら辺がないからちょっとなんか淡白っていうか、それでやられる時があるよなって。逆に火力をしてガーっていった時行くと、なんかこれスキルカウントバッチリじゃねえと思ったんですよ。多分あれだよね、人が揃っとるで早いんだろうね、うん、でここで思った。なんでちょっと遅延シフトにした方がいいんじゃないかなと思って、でこんなの作ってたけど、これやってないかな。パラヤンケ構成は確か私やらんかった。どうなんだろう今日。やっとる人結構見とったで分かりますよ。あれかな、1と2が甘いんかな、やってないけど。パラヤンケ入れるのはでもあれだよな、後ろで、後ろ入れん方がいいよな。一応 100% 蘇生の、なんていうの、可能性入れて、カバーを使えるということで。ちょっと今日のコストってあれだね。パラヤンケ入れるのはでも後ろにあれだよね。高山先生入れて遅延させたいよね。一段どうせ耐えるの分かっとるからさ、そこら辺とかちょっとうまく組めんかったんかな。これぐらいだったかな。かこんな風か。まあまあ、力足りったら力足りじゃないですよ。ちょっとコストが12余っとるか、もう一体入れやいいんじゃないかってあるけど、ここで止めた方があれかなって。これもやってないです。パレンケコースはやらんかった。最初の一番さっきのやつやった時に、なんか遅延が合うからそっちの方がいいかなと思って、タイミング的にって思ったんですよね。うん、でこの前のあのミラティブのじゃないけどさ、先生の名前言わんでも分かると思ったんですけどさ、あのパレンケ残ったやつとかさ、こういうパレンケ構成いますわ。これをさ、あのリスがさ、確かこれ 100% 蘇生された時、パレンケが先生のリスが確かさ、それで撃ったの見とったのは、リス強えよな、だからリス使った方がいいんじゃない。そうそう、でこれが言いたかったの。私が使うとそんなあれなんですよ、勝てんなんですよ。これでも連勝デッキですよ。今出しちゃうと名前とか出る誰だけど、誰か想像してくださいよ。おそらく上から数えたら方が早いはずですよ絶対。今でもそんなレート一気になんか50も70も落ちとると思う。50も70も落ちても多分私と同じぐらいだと思う、うん、それぐらいだと思う。やってみた。サダマンも私使わんと思ってさ、走行入れちゃって急遽戻したんだけどさ、私がやるとそんなあれだな。確かにカズラ入れたいんだよね。あのユカさん入れて今ぐらいのコストだとパレンケ入れずに繋ごうとするとカズラにすると、そうすると後ろがあれだもんね、コスト12まで避けるんか。サダワンか、13が入らんからあれだね、スプラが入らんよね。イベビアコかだったらまあ覚醒とかになる、で蘇生とかになる、無難じゃないけど。最後のコックスもちょっとあれだよね、もう一ターンっていう考えて、先生使ってたがあのキリコとか 100% 蘇生とかにした方が、あの今日カバウがおるからイベホノという考えてっていうのもありはありだよね。 100% で起こした方がね、まあもちろん遅延食らうという可能性もありますけど、なんかプチプチプチになるとね、うん、私が使うとそんなあれなんですよ。でもあれなんですよ、これ買っとるはずなんですよ、どう考えても。うん、早い時あれなんかな、あったんかな。でもこれカズラとさ、2枠の方のここら辺でめっちゃカバウの耐久値変わるはずじゃなかったんですよ、パレンケ除いて。パレンケ除いて確かこいつが一番多かったんじゃないかな。2870だから、あの体力分2800あるから、ここら辺があれだね。ちょっと待ってよなあ、緊張感ないで、うん、ないよ誰か噂しとく、萌え声じゃないか、何頃かお前もう黙っとる本当に。ということで、これここら辺が確か耐久一緒ぐらいじゃないかな、カズラと。これがね弱かったはず。2360%だ、やっぱパーセンあれだもんね。でカニパンが逆にあれね、体力あるもこっちの方が多かったはずだね、耐久的には。そんでもこれ確かダーラだと思うよ、耐久は一番。そこまであれだよね、カニパンより、カニパンっていうか私の使ってる方のカニよってやるの、あれよりカズラの方が多いけど、めちゃくちゃそこまで耐久あれだもんね。まあもちろん残せる人数変わりますけどさ、2000とか変わりゃ一発分ぐらいはあるか、これぐらいのコストだと。さでサダバンなんです。何かなと思ったらさ、出てくるの。だってここまでなんて言うなら、初見で対決した時にさ、誰かは想像してくださいよ。
浴衣を持って目の分でできてカズラでできて大体分かれますが、18、32までいけばね、50だろ、もう疲れとかそんな半分使っちゃってるか、でカズラいっちゃったら70だったらもう蘇生15だったら限られるわね、10ぐらいだったら覚醒入れて余らせるかどうかとかで、あと構成的にそんな変わらんよね。いや自分と何がそんなあれかなと思って、結構ねこれ前から持ってるけどね、あの私の腕が下手くそっていうのあるかもしれんけどね、同じ時間帯で人と同じ構成やってもね、意外になんかね同じ風に勝てん時って結構ある、逆パターンも多分あると思うんですよ。まあもちろんそうなの、同じ相手と戦ってるわけじゃ見方も違うしね、うん、そこはねもうちょいなんかあれかなって、でやめた、うん、私には合ってないかなと思って、そのデッキが強いとか弱いとかの、強いは強いはずなんだ、絶対勝っとるから、ただ私にはなんかあれだったっていうこと、うん、まあ運が悪かったと思ってさ、遅延の方がいいかなと思って、こんなんも確か最初にあれかな、じゃあ遅延構成やった時こんなとこからいじってたんかな確か、いやコスト避けんもね、武量入れてみたんですよとりあえず、落として早く落としてなんか出したいかなと思ったけど、4枠は逆に遅延がなんか合いにくいよなと思って、あそこら辺で蘇生とかでできたりして、もうなんていうの、一旦ぐらいくるくるって1回転ぐらいじゃないけどした時の最後の高山先生の方が合うかなと思ったかな、4枠の1、3はちょっと合わせにくいかなって、うまくピンポイント、あれを4で合わ2で合わせたいよね高山先生で、そうすると2と3で耐えなかんっていうとこあると難しいよな、だって普通の構成やってもリスとかでもさ、味方のカバーとか追ってくれんと4枠4ターンって結構きつくない？リスとか。まあでも誰がかんかおるから結局長引くだろうみたいなとこね、甘いじゃないけどそういうとこありますけど。だからリスとかなんかやりにくかったかな、私は逆に。セルフ蘇生しな。でまあこんな風に至ったんですけど、これ結局さ、ゆかさん入れて目のも埋めますが、で最後高山先生埋めますが、そうすると余ったコストからいくとさ、20ですが、20で2枠使うって言って覚醒6使ったら選択肢がないんだよな、だからメナムを妥協して例えば初手タッセル2枠ユカさんとかにするで3枠を強くするって言っても耐久値的に確か1万ぐらいしか出せんかったじゃないかな、ダーラが1万ちょっとぐらいじゃなかったかな、ちょっとうる覚えでしたけど、パラネキが2万ぐらいでしょ、それが最高峰だからそこからもう半分ぐらい確か下がるはずだから、これを変えて何上位互換といってもわさびかカズラか、カズラはやりやすいと思うんだよな、あれ火力もあるし、まあ、リーダー限定というのもありますけど、でもやるはやり私はやりやすいと思っとる、うん、素直にで誰かと被る可能性もあるしね、うん、で結局こんなふうになったのかな、あそうだね、3枠もワンランクわさびとかぐらい使えるとダーラぐらい使えるといいかなっていうところはあるかな、耐久的にあそこガンガンと落ちちゃうとちょっと最後のところの4枠のと何登場が早すぎてちょっと淡白っていうかな、まあそれは味方と敵のハイパーによりますけど、もう一つなんか詰めれたデッキあったんじゃないかなということで、まあ今日は蛇腹補正じゃないでね、こんな感じにしてみたけど、タッセルだとちょっとあれかな、イベコとかのなんかあれなんだろうね、初手の確定取れんやつ、確定取れるやつが乱数とかに導けるような数字の、なんて言うんだろう、イベホとかだといいんだけど、せいぜい新潟は新潟になるか、か絶対止めさせるとか、そんなもんぐらいか。ニートはあんまなんかやめた方がいいかな、今日は。パレンケ使ってニートとかの方が逆にいいかな、なんか。かばってに、あ、そうだな、そっちの方がなんかあれだろうな。でこれが逆にあれか、打っていくような構成、うん、なんかあそこら辺のカニとかじゃないけどさ、あの小勢で打っていこうみたいな、やっぱ耐久要素入れた方がいいんじゃないかな、いやこの前見てあのゴロちゃん使ったんですよ、4700確かにあれそうだよね、ユカタンさん抜いてくりゃ新潟打てるし、コスト差をそのあれだよね、先生言ってましたけど、ひっくり返すのどこでどう取るかだね、さやりやすいはやりやすいよね、ユカタンさえ倒してくりゃ、だってあれだもんね、あのレイフ先輩とかでも出るからさ、で使ってみてやっぱ当たり前だけど、いやそんなに思ってなかったけど、わからんかったけど、のヒーター強いね、これぐらいのコストのところだと、ね、水変変えるのもあるからあれだね、そこら辺掃除できるかやりやすいやりやすいよな、でうまーく何ヒーター残った時のさ、覚醒と絡んだ時とかの3枠のカバーをパレンケとかできても飛ばせるもんね、あれ
そうだよね、ヒット全体攻撃1500の5で、7500くらい、そういうの2回で1万5000くらい割る。そうだよね。で、生き残っとるから、生き残り補正くらいかかる。そうだね、半回くらいまで持っていけるよね。そう考えたら侮れんよね。ただ味方にやっぱあれだな、なんか耐久要素欲しいかなと思った。その先生のこの前見とってこれやってみようかなと思ってさ、うん、このバーってさ、リスとか使わずに覚醒でヒッタでいって、もうこのまま押していくみたいな。これアレンジして私は小銭入れたんですけど、最後に入れたのはあれだったのかな。あ、でもう一個。待ってくださいよ。これも買っとるはずの、私が使ってもそんなにだったやつ、ね、どうだったかな。待ってくださいよ。これがね、カバーの何だったかな。ね、ちょっと待ってね。あ、違う。これ入らん。カニ。こう3と4でかばって5で全体打ってこうってやつ、1、2は別に何にもってやつ使ってみたけど、私が使うとやっぱそんなあれなんだよ。買っとるんですよ。普通じゃないけどさ、4枠ってあんまかばうって使う。あ、でも今日ぐらいのコストだったらまだあれか、ワンチャンあるか。リスが出てこんかったらあれか、残せるか、少しでも残しゃあれか。やってみたんですけど、私はちょっとあれだったな。あなた人のばっかりじゃない、真似てやるじゃないの。まあね、どんな謎があるかなと思ってさ、あんまりみんなあれだよね、4までカバー持ってかないんで、3まで行って大体あれじゃないですか、4覚醒ぐらいですよね。耐えきれんっていうところで、耐久的にきついっていうところで、まあ、もちろんリスが出てこんかった時の巡り合わせでいけると思いますけど、まあそんな感じでしたね。ということで明日行きましょうか。で、明日いくつだった？水風邪？無制限だったか？あ、ちょっと待って。いや、クローム開くとまた変なもの出るかもしれない。ちょっと待って。また変なもの出したの？出したことないけど。あれ？何も明日は出んな。このゴールデン日替わりのこのあれですが、いいですが、この上にある今の背景。これ。イベント終了まであと3日の下にあるやつ。いや、僕がデザインしたんじゃないけどさ、ということで。いや、考えたけど確かこんなんだったよ。全然変わらんなんか、普通の水風みたいな組み方した。ただバッカスがあるかイベホ入るってこと出したよね。違ったか。確かそうだよね。別にそれで入れてるわけじゃないけど、普通に3枠で蘇生してみたいな。ただ2枠のガリスは結構今回あれだよね、きついだろうね。ん、何が今回あれだった、イベホだった、走ったとこだった、あれ明日どこだった？エジプトじゃない。あれどこだった？どこだったかな？ブラジル、ベルギー、違う。ベルギーだったらあれだもん。あなた2枠にあれだ、ベギンとか入れようとするの。ベルギーじゃない。キューバ、ポルトガル、違う。ギリシャだったか？ギリシャじゃなかったかな、確か。違ったかな？おっさんなのな。1はでも風の方がいいと思うんだよね。本当はあれ言いたいんですよ。このコストでも一瞬思った、なんか。これ使ったのかなと思ったけど、倒す相手めっちゃ悩むんだなと思って。落としたいもんね、こいつにしたんですよ。わざと体力低いやつに火力があるんだけど。あれ、明日って、タイだったか。ギリシャじゃない、タイじゃなかった、確か。タイゾウ入れた方が良かったやつじゃなかった。確か。そう。そう。確かそうだ。タイゾウだとあれですが、火力1万、耐久が高くなるでいいやったんですよ。残る可能性があったので、残したくなかったのでやめたんだ、逆に。そんなもんね、これにしたんですよ。熊本に、今回あれだよ、熊本イベントじゃないよ。で、まあ、あと普通っていう感じ。ガリソンで蘇生入れて、ただ、あとこれやってみてどうですかね。3枠まで変わった方がいいのか、4枠で蘇生入れた方がいいのか、ただ私は楽したいもの、こっちの方が、こっちで通るならこっちの方がいいよなと思って。何にも考えず、そのまま。で、これがあれか。
3幕までカバーバージョンで4幕蘇生で全体みたいな、こんなで確かコストはまったはずだよ、うん、全部考えたんですよ一応は。これが非課税のやつじゃないかな、これじゃだからいかん、あれ見てないもん、今回のあのミカーニャカとあのウーマンの補正見てないのかな、あれだったら買えなかんわ、だったらここもあれだね、オバキューとかやったらカバーってた方がいいだろうね全部ね、いや思うわ、わざわざ買えんでもさ、水に買えんでもっていう可能性まで含めるよね、山岳も魔女使ってとか、魔女の日だったよね、ここベルギーだで魔女使って絶対4枠はな、ウーマン使った方がいいだろうな、あの5万ぐらいのやつだったら、カバーカバーカバーで多分行った方がいいんじゃない、これより、うん、ちょっとこれは修正した方がいいと思う多分、まあ似たようなやつか、だからこれ魔女入れただけのやつかにしたんか、これなら何これ、これもなんか水風っぽいんだけど、これ水か、これ水だ、水でもあれかガリス使うんか、あんたヒルコがおるんだ、ヒルコがおるであれだわ、2枠とかに使ってこられるとガリス撃たれるもんね多分、それは多分やってくる人おるだろうな、耐久稼いで、やりたい人ね、3枠3ターンとか使いたい人とか、まあとりあえずこんな感じはしたいって言いますよ、うん、今日どうだったんだろうな、なんかもうちょいなんか詰めれたかなと思うんだけど、上位陣は見とるで大体分かっとるんですよ構成的には、うん、カバウでやっぱ行く人が多かったよね、もうこのコストであれだろうね、火力削減で、逆にさっきの先生じゃないけどさ、リス入れて 100% 蘇生かっていうのもあるしね、うん、その場合はただあれだね、セルフ蘇生にしとったらね、スキルカウントが多分あれだね、きついと思ったんだろうね判断的に、どれが良かったんでしょう、私はまあこんなんで行ってみましたけど、パレンケで行った方が良かったのかどうだったのか、私やってないで、パレンケ構成全くやってない、うん、まあ、遅延がもう最初やった時に思ったらなんか合うよなと、そっちに変えた方がいいんじゃないかなと思って、なんか人数多いしさ、うん、割と早くなるんじゃないかなと、まあ、そんな感じでございましたとか、明日からもゆるく行くでございましたということで、ゆるがりあれだね、うん、からだよ、何にもだって集めるもんないもん、復刻がまさか来ると思わんかったね、まあ、ルリはなかなか渋っとんね、あそうか、イナフもあれか、明日デビュー戦とか使う人おるかな、まあいろいろあれだね、話題じゃないけどやりたいこととか多分皆さん多いんやすよ、いろいろ、私ヒヌやっぱあれだ、ウーマンとあれ本当にあのみかんやか、あれどんな感じになってくのか、ペパリン環境がどう変わっていくのか、多分みんなあれだね、遅延で嫌がってる人とあれだろうね、あのタウロスとか田島使いたい人はあれだね、朗報だろうね、逆にペパリンとかあの何あのイハトで遅延しとった人はあんな見た目だろうね、クソったれて持っとるだろうね、どんな感じになってくんでしょうね、だけどね、火風、火水はそんなにあれか、火やっぱ火風そうだな、火と火風どんな感じに行くでしょう、まあお楽しみでございますということで、とりあえず終わりましょうかということで、はい、ということでそんな感じで終わり。